寒い、モンベルのね、マルチランプ、これを試しに来ました。どういう実験するかっていうと、はいで、はい、こんにちは、カッパパです、これね、目の前のこれですね。これはですね、僕が参考するときに必ず持ってく応急セットです。まあ応急、まあいわゆるね、緊急セットですから、まあできればね、こういったものを使う機会が来ないことを祈ってるんですが、まあその名の通りね、なんかトラブルがあった時に、まあ持ってると助かるものを集めてみました。まあ今ざっとですね、ご案内しますと、まあバンドエイド、まあ痛み止めとかですね、あとはハサミ、ライター、あとはまあティッシュとかですね。で、そしてね、本当はここにね、まあ本当にちっちゃいライトが加わるんですけど、実はね、今まで入れてた小型ライトが壊れちゃったんで、この間ね、たまたま入ったモンベルで、まあ、良さげなライトがあったんで、買ってみました。で、今日はそのライトのご紹介です。こちらはですね、モンベルのコンパクトマルチランプって言います。はい、値段見ていただくと分かる通り、1430円と、まあ、いうことですね。まあ、モンベルのライトの中じゃ、まあ、一番安いやつなんですけど、まあ、それでも価格層の付加価値がないとダメですよね。まあ、とりあえず、開けてみましょう。はい、これが開けてみた状態です。取説がね、まあ、英語、日本語みたいなの、まあ、こんな感じで入ってまして、はい、こちらが単4電池が1本入ってます。はい、こちらが本体です。まあ、ちっちゃいですね。本当に。まあ、ちっちゃいのを狙って買ったんですけど、まあ、手にね、パッと収まります。はい、ではね、まあ、スペックを含めてね、簡単にご紹介しますと、電池はね、単4を1本使用します。で、こちら本体の重さは、22g、軽いです。持ってんだか持ってないんだか分かんないぐらい軽いです。で、電池込みでね、 32g あります。はい、やっぱりですね、特徴的なのはこのレンズですね。で、レンズはね、まあ左右にこう広くなってますけど、広角です。広い照射角を持ってます。で、上下対称のデザインですね。これ一番の特徴が、この高度を調節することで、まあヘッドランプとかね、あとは首から下げる、あとは手首に巻きつける、あとはテントのポールとかにも巻きつける、あとは吊るすとかね、まあ、いろんなシーンで使用できるということですね。あとね、このコードなんですけど、夜光るんですって。まあ、光るというか反射するんですって。それとね、これがあのコードのロックね、普通コードロックって黒いんですけど、これちょっと白っぽいでしょ。これ蓄光なんですって。光を蓄えるって書く蓄光ってありますよね。それなんでね、夜非常に目立つということですね。あと電池については、先ほどのアルカリ以外に、ニッケル水素とね、リチウム、もうこの2つにも対応してると。だからニッケル水素っていわゆるまあ、エネループですね。うん。で、あれも使えるって非常にありがたいと思います。まずですね、手にした感想なんですけど、普通ヘッドランプってね、こういう幅広のベルトがついてくるんですね。こう結構丈夫なやつ。だけどね、で、このランプにはね、幅広のベルトじゃなくて、この細い、まあ、紐みたいなね、これゴムですけど、まあ、これがついてきます。まあ、いろいろね、使い道がありそうですよね。で、こちらはね、まあ、防水防滴で言うと、防滴仕様です。IPX4 ですから、防水機能はないです。ただね、小雨がかかるぐらいは問題ないと思います。とにかくね、これ本体がちっちゃいでしょ？あと、しまうときに意外とかさばるのは、本体以上にベルトなんですよ。欠点っていうのは、まあ、それが細いコードになっているということは、非常にこれはね、応急セットに仮に入れてもね、かさばらないと思います。それでですね、まあ、ここまでちょっと話した中で、まあ、皆さんの中でね、登山用の欠点、いわゆるアウトドア用の欠点をいくつかお持ちの方ならね、これはお分かりになっていると思いますけど、メーカーのスペックと、まあ、実際のこう体感っていうのは違うケースが多いと思います。特にね、体感の部分で言うと、明るさについてはどうしてもね、それまで使ってたライトとの比較がまあメインになっちゃうんで、本当に前ね、暗いの使ってればどんなライト使ってても明るく感じるしね、いわゆるスペック以上に明るく感じるとか、まあそういうことですね。実はですね、僕の動画で、まあ実際の性能よりも体感はこれぐらい違いますよっていう動画を作ったんですよ。で、これはね、3個の欠点を比較した動画なんですけど、もうすでに6万回ぐらい再生されてて、まあ、いろんなコメントいただいてます。で、この動画でね、結果として比較対象をしたね、3つの欠点。製品に記載されたスペックよりも優秀だと感じた部分と、一方で、もう実用的にね、全然話になんないじゃんっていう。
まあ、そういうのがはっきりしました。まあ、それなんでね、まあ、今回もこちら実際に外で検証をしてみました。ここはねうちの近所の河原なんですけど、まあ、河原っても田んぼですね。そこのねあぜ道にいるんですけど、はい、これですね。寒い。モンベルのね、マルチランプ、これを試しに来ました。どういう実験するかっていうと、ハイで35ルーメンの時に、照射距離がね11メーターで出てんですね、カタログ上では。実際、まあ、11メートル届くかどうかは別としてね、ちょっと照らしてみたいと思います。であそこにね、まあ、僕の車が見えますけど、まあ、大体ですね、大体あの車がですねちょうど11メーター、まあ、約10メーターぐらいあります。光がねどんな感じであそこまで届くか見てみましょう。これはロー、ハイ、点滅ってなるんですよ。もう一回やりますよ。ロー、ハイ、点滅。はい、じゃあねハイで歩いてみます。舗装されて平らな道を歩いてるってことと、まあ、このあぜ道はねよく僕バイクの練習でここを通るんで、まあ、よく知ってるってこともあってね普通に歩けるんですけど、正直言って、まあ、これぐらいの明るさ、つまり35ルーメンぐらいだと凸凹した山道、しかもね段差があるとこっていうのは、まあ、ちょっときついと思いますね。僕山登り目線で考えちゃうから良くないんですけど、例えばねこのライトは今頭の方に、まあ、ヘッテンの位置につけてるんですけど、手元でなんかいろいろいじるとかね、山小屋の中でね荷物ガサゴサするときにねちょっとつけるとかっていうんだったらもう全然問題ないレベルですね。実質これでね、まあ、移動ってことになるともうちょっと荒れた道だと非常に怖いですね。あとねコードストッパーが蓄光してる、つまり光が、まあ、溜められてるって状態、まあ、これのことだと思います。確かにぼんやり光ってますね。あと本体のスイッチですね、これボーンと光ってるの、これ本体のスイッチ、まあ、これも光ってますね、まあ、これはいいと思います。はい、寒いんでね以上です。まあこんな感じでね、まあ、検査というか検証を行ったんですけど、まあ、非常用セット、いわゆるね応急セット、緊急セットに入れとくライトとすればもうこれぐらいあればまあ十分かなと思います。まあ、とりあえずね遭難を防げるかどうかっていうのはまた別問題で、真っ暗闇の中でもう本当に困ってパニクらないという点で言えばね、もうこれぐらいで十分だと思いました。で気に入ったポイントと、まあ、そうじゃないポイントねいくつか挙げますと、まずここは気に入ったというポイントを5つ挙げます。やっぱりね単4電池1本っていうのが大きいですよ。前半部分でねご説明した通り、ライトの大きさのほとんどっていうのはこの電池が入る部分で占めるんですね。あともう一つは、あとこのベルトですね、非常にこれがかさばるんで、これがねまず単41本ってことで本体がちっちゃいということと、まあ、ベルトが紐だってことで、まあ、とにかくちっちゃく収まると、このコンパクトだっていう点がまあ一番ですね。あと重さですね、まあ、電池含めて 32g ということで、まあ、実際持ち運びもそうですけど、特にね頭に装着した時に非常にストレスがかかんないってことですね。あとやっぱりねこれ広角レンズなんで、まあ、実験結果でも分かる通りね、特に自分の手元ですね、これ明るく照らせるってことがまず一番ですね。これでね夜の登山道なんか当然歩けっこないんですけど、まあ、僕の場合はこの暗い中のね撮影機材のセッティングとかね、まあ、そういうのに非常にいいのかなというふうに思いました。あとこの発光部ですね、ここがねくるっと回るということですね、まあ、かなり、まあ、これ360度回っちゃうんですけど、これが回るっていうのはねやっぱりいいのは、まあ、ヘッテンとしてもね首掛けとしても使えると
いうことで、これが非常にね、僕気に入ってます。一番当たり前ですけど、値段が安く買えるってことですね。1430円ですよ、これだけの機能を持って。例えばね、こういった種類のライトを、そうですね、あまりね社名言っちゃったあれですけど、 P 社とかね、 DB 社で作るとね、最低でもまあ3000円4000円するんじゃないかなと。まあ、ただね、登山用品にコストのことをうんぬん言うのはね、あんまり好きじゃないんですけど、まあ、少なくとも安く買えるというのは非常にいいですね。はい、で次はですね、まあここがあんまりね、気に入らないというところがあるんですけど、まあこれはね、個人というか、まあ、僕の感想ですけどね、表記の問題なんですよ。表記、とにかくね、これパッケージが紛らしい。僕はね、老眼なんで老眼鏡かけないと細かい字見えないんですけど、ただ店頭でね、パッとこれを見た時ね、まあ、小さい字は読めないですよ。大きい字しか目入んないんだけど、これ横からこう見てくね、大きい字だけ読むと、明るさ35ルーメンって書いてあるでしょ。でその隣が照射時間48時間って書いてあるでしょ。そうすると、まあ、ざっくり話すと、明るさ35ルーメンで48時間光りますよと。で読めちゃうんですよ。まあそれはもっとちゃんと読みなさいよと。ね、よく細かくね、ちっちゃい字もきちんと読まないと分かんないでしょって言うけど、まあ、物を買うときって少しね、こう気分が高揚してますからね。そうでしょ皆さん、一番人生で楽しい瞬間って物を買うときじゃないですか。だからね、まあ、ちょっとね、細かい字見ないで買っちゃうときがあるんですけど、これね、これあくまでもさっき言ったように、明るさ35ルーメンで48時間って読めちゃうでしょ。これよく読めばね、照射時間48時間っていうのはローモードのときでね、まあ、マックスの性能をこうやって並べとくのは別に悪いことじゃないし、マーケティング上当たり前だと思いますけど、老眼の人はね、注意して買ってください。きちんと読めばね、あ、なるほどと思う内容です。はい、ということでございまして、まあ、先ほどの応急セット、まあ、緊急セットですね、これにね、これね、コンパクトのランプを加えました。まあ、このね、一応100均でよく売ってるね、こうあるじゃないですか、ちっちゃいやつ、手のひらに収まるぐらいの、この中に入れてるんですけど、ちょっと入れてみますね。正直言うとこれぶつけ本番なんですよ、僕の場合いつも。これを入れて、こういうのね、結構うまくやんないと入らないことが多いんですよね。これかな、ライター。あとこれがね、靴ずれ防止でね、かかと張るやつなんですよ。あと最後コンパクトヘッドランプ入るね、バッチリ入るね。はい、っていう感じですね。はい、こんな感じで入りました。いいね、いいね。ちょっとね、重さ今ね測ってないけど、そんな重いわけないんだね、こんなのが。ザックに入れてんだか入れてないんだか分かんないぐらいの重さだと思います。ということで、新しいね、応急セット、救急セットが完成しました。はい、というわけでございまして、今回はですね、モンベルのコンパクトマルチランプ、こちらのご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。カババでした。